そうで。くださった皆さんありがとうございます。選手を代表してまず最初にお礼申し上げます。思い起こせば昭和28年に私は福岡にやってまいりました。その時の平和台球場は土盛りで木の椅子で建物は何にもなくて着替えも食事も全部便所で便所にくっついてるベンチでやりました。臭いとこで飯食いました。それが僕たちは一番恥ずかしかったことだったんです。日本12球団の中で一番粗末なところで野球してたんです。この球場をなんとか立派な球場で野球したいねってみんなの合言葉のように、西鉄は昭和29年にリーグ優勝して、そして機運が高まって平和台球場、この球場ができたわけです。ここで私たちは本当にファンの皆様の声援に支えられてお叱りも受けました。褒めてもいただきました。そういう中で本当に強いライオンズというものが生まれていったのは、ひとえにこの球場が新しくなったというインパクトが僕らにあったと思うんです。その中にこれだけのすごいメンバーに出会えたという幸運もあります。そしてたくさんの皆様の応援もあったからこそ3連覇という偉業を成し遂げたと思うんです。今日ここに私はこの球場の壊れていく姿を想像するとなんと哀れなことかというふうに悲しいんですが、しかしこれも時代の幕開けかと思います。皆様の心の中にしか私たちの拠り所は残っていません。どうか獅子孫孫にまで西鉄ライオンズというチームが平和台球場で野球をやっていたんだぞということをお伝え願えれば私たちの選手の本当の幸せだと思います。本当に長いことご声援ありがとうございました。西鉄ライオンズ豊田康光最後のご挨拶でございました。この平和台球場はこれをもって終幕ではなく、これが平和台球場の開幕であるという、豊田康光のご挨拶。西鉄ライオンズはこれからも永遠に福岡と共に生き続けていくことと思います。選手の皆さん本当にどうもありがとうございました。